今日は最後まで諦めない姿勢が勝ち点1を手繰り寄せました。ゲームを振り返っての感想をお願いいたします。そうですね、まあ、勝ちたかったですけど、まあ、最低限勝ち点1を取れたってことは良かったですけど、そして、まあ、チームとして愛媛 FC としてどんなシーズンになりましたか今シーズン。まあ、本当キャプテンをやらせてもらって1年間戦い抜きましたけど、まあ、選手一人一人ファンサポーターにも苦しい、まあ、悔しいシーズンになってしまったので、まあ、自分としては本当にキャプテンとして1年間チームを上に引っ張り上げられなかったっていうのは本当に申し訳ないなと思います。応援してくれたサポーターにはどういう思いで今日メッセージお礼を言われますか。そうですね、本当に寒い中山口まで遠くまで足を運んでくれた多くのサポーターには、まあ、本当にもう今日は勝利を届けたかったですけど、まあ、勝つことができなくて本当に申し訳ないですけど、まあ、この悔しさをまた来年選手一人一人がバネにして、まあ、成長した姿っていうのを見せればいいかなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。